そういう、わけがわからんとこへめっちゃ金いるんよ。で、それが5億円ぐらいになるのよ。で、俺もびっくりして、その案件。もうものすごい悩んだことあるもん。熱血コンサル、基礎産業。銀行に融資を申し込むときに、資金の使い道という部分で、運転資金、設備投資などがあると思いますが、その使い道で融資が通りやすい使い道、通りにくい使い道などはありますでしょうか。また、銀行が嫌がる使い道や逆に喜ばれる使い道などはありますか。これはね、融資が通る使い道っていうのはもうこれに尽きるね。不動産購入資金、これはまずお得意のパターンだよな。要は担保あるもんね。だって保証協会に全部頼まんと運転資金って出せんじゃんか。だから最初からなんか不動産買うっていうやり方ありなんだよな。実績ちょっとついてきたらなっていうふうに俺も思う。俺最近なんかあれなんだよ、本社が手狭になってきてね。広島の水害と渋滞の町三原市の本社がね、ちょっと手狭になってきたんだよ。でそれで最近俺本気でちょっと買おうかと思い出した。なんか本社ビルというか土地だけ買ってこう建物建てようかなって本気で思うの。5年ぐらいで返済しようかなって最近ちょっと本気で思い出したんだよね。実なんでかというと融資しやすいから、キャッシュフローがあると融資一番しやすい。これ買うっていうのがあるじゃん。だから創業融資で運転資金でみたいなやり方でこう土地買ったりするバカおるじゃん。ああいうことやっちゃダメなんだよ。土地は土地、運転は運転でこうちゃんと資金使途を色塗っとった方がいいっていうふうに思うね。だからやっぱりこうなるべく設備を混ぜてその資金調達をするっていうやり方が一番いいやり方なんじゃないかなというふうには思いますよね。あと銀行が喜ばない資金使途ってなんかあるかな。いいんだけどこれはやりたくないっていうのって、あ、よくあるのが M&A 資金だよね。これやらないよね。やらないかやれないよね。俺の取る案件でもこういう話があって、まあ、東京の会社が北海道の会社を買うっていう案件があったんだよ。どちらもブンブンいい会社なんだよ。そのエリアから離れてる会社を買うっていう形になるから、要は東京って言ってもちょっと神奈川寄りなんだよね。だからこの神奈川の方の地銀っていうのは北海道に店持ってないから、この会社のことは分かんないんだよ。で逆にこっちの会社から考えると、そのこっちの会社のことが分かんないんだよね。だから資金調達がすごく難しいっていう案件はあるよね。これだから日本の事業承継がうまくいかない理由の一つなんで、そこに対する資金調達が難しいから、だから目が行き届くところだったらいいよっていう話になって、その近くの会社どうしても買うようになるよね。だから M&A 資金っていうのはなかなかつきにくいやり方なんかなというふうにはちょっと思いますよね。あとどうかな、これでいくと融資が通りにくいっていうのは今話したし、喜ばれると通りやすいっていうのはまあ不動産購入資金っていうことになるのかな。やっぱ地銀とかだったらねっていうことになるかなと思いますね。まあ銀行がこう嫌がる他の使い道っていうか、後から出てくるってケースが多いんだよな。運転資金で借りてました、それをキャバクラに使ってましたみたいな。なんかキャバクラにお金使うのって余談なんだけど、何が楽しいんかさっぱりわからんのよな。なんか林って人が本当になんか女抱くために毎日キャバクラ行っとるらしいよ。おー、なんか二代目から聞いたんだよ。俺びっくりしたんだよこれ。え、マジでって思って、でもやにくさい女抱いても面白ないじゃんとかってすっげー思うわけよね。俺がちょっとあれなのかな、清潔感があるのかなってか思ったんだけど、でもなんかちょっと嫌じゃんそれっていうふうに思って、で、それになんかね、会社の金それだけぶち込んでてさ、まあ今はそんなことないんだろうけど、ね、林顧問制度っていうのがあるから、巨人の坂本なんかもね、キャバクラにお金使っとって、それ税金として、なんか節税として認められませんみたいな話がいつか来るんだろうとか思ったりもするんだけど。だけどまあその、やっぱりそういうふうに後でやっぱ変なことに使われとったっていうのはやっぱ嫌がる使い方。だから実を言うと何の意味がないような運転資金っていうのはあまりやりたくないっていう話になるのかなというふうには思いますよね。なんか会長が銀行員時代でやった融資で、まああの、社長さんのためになる、会社のためになるっていう融資で良かったっていうのもあると思うんですけど、自分の中で会心の融資というか、会心の銀行員としての仕事みたいなのってどんなものがありますか？お客さんのためになったかどうかっていうのは後にならないとわからないっていうのが銀行の融資なんだよな。
ただ銀行員が喜ぶ融資の資金思想で一番喜ぶ の一つに借り換えってのがあるんだよな。5本を1本にまとめるとかね、というのはあるよね。やったケースはある。前ちょっと話したかもしれんけど、名社の案件なんかは結構ようやったな思うな。普通じゃちょっとあれ出ないと思うんだよな。だけどもうこれから良くなっていくっていうところが見えてて、眼科医なんてなかなか当時やっぱ美山地区では3つぐらいしか有名なとこなかったから、まあそういう意味じゃあの案件はやってよかったかなっていうのはあるかな。他にもいっぱいあるよ。そら、7、8億円ぐらいやったような借り換え案件とか。だって借り換えてお客さんとってもメリットがあるよね。その利息が下がるから。で、こっちはやっぱりその残高が増えるからっていうふうに、お互いまあ喜ばしいっていうのはあるんだけど、それが本当にその会社のためになったんかどうかっていうと、あとならんとわからんかなっていう感じはあるよ。だからまあ借り換え案件っていうのは、まあ一番まあやりやすいっていうのと、まあやってみてよかったっていう案件かなというふうには思いますよね。だけどまあ借り換えられたこともあるからね、なんかそれが一概にこうすごいこう自分の中でしてやったみたいな感じではちょっとないんだよな。住宅ローンとかはね、結構もう一回借りたらもう返済して終わりみたいな案件だから、それはまあ住宅ローンこそ、それアパートローンとかねいうのはもう本当取り合いなんだろうというふうには思うけど、だけど事業性資金っていうのはやっぱりどっかではその銀行に助けてもらわないといけない時が来るかもしれないから、それが本当に良かったかどうかいうのはあれなんだけど、まあでも自分の中では結構頑張った案件かなというふうにはちょっと思いますよね。設備資金、運転資金のところで、まあ、よくあるのがやはり短期での引き当て案件、まあ、建設業とかでよくあると思うんですけども、うん、そういった案件については、銀行の中でいうとやりやすい案件なんでしょうか。入金の時期はある程度予測できるんですけど、その資金を使って外注先にしっかり払ってるかどうかっていうところで見ないとちょっとふわっとしてるようなものかなとは思うんですけど、うん、引き当て案件の融資っていうのはどういうふうに考えられてるんでしょうか。これいい質問じゃね。引き当て案件はやっぱその話が本当かどうかっていうとこを確認せんといけんのんだよな。だからその話が本当であったらやっぱりやりたいっていうのが本音なんだよな。これ建設業だったら現場見りゃわかるじゃんか。だけど誰が見ても本当なんだけど、その真偽が定かじゃないみたいな。だけどやらないといけないっていうところで頑張ったっていう案件があるんだ。ちょっとこう回答になってるかわからんけど、それも誰が見てもそうなんだけど、これはやらざるを得なかったっていうことでやって、お客さんも銀行もまあ良かったと、その時は良かったというふうに思った案件っていうのがあってね。広島県尾道市に尾道医療機って会社があるんだ。尾道医療機は尾道中のやっぱり主たるところの病院に入れてるんだよ。すごいいい会社ここ。すごくもうブンブンの会社。もうこれ多分まあ公になってるから言っていいと思うんだけど、尾道に住んでる人は知ってるんだけど、あの JA 尾道総合病院っていう病院が昔あって、それが移転したんだよね。平原地区ってところに移転したんだよ。ある日呼ばれるわけよ、社長に。医療担当だったからね、まさしは。そしたらそこの尾道医療機がその尾道総合病院の中の医療設備関係一式をもうほぼ一社で受注受けたっていう話があったんだ。中のものだけで5億円ぐらい軽くいるんだ。誰が見てもその話本当ないよ。尾道総合病院っていうところができるっていうのはみんなわかるわけよ。だけどその受注が尾道医療機に来るかどうかっていうところが、ここがクエスチョンなんだよ。だけど、口頭ベースではもう話がついてんだよね。こんだけ仕入れないといけないっていう話があるわけよ。例えば、あるじゃん。三代目が好きな MRI とかあるじゃん、なんかね。MRI って20億とか、最近ので46枚こう取れるとかいうやつ、10億、20億するんじゃないのかな。まあそこはリースにするとして、まあ例えばよ。そのまま入れないと。リースで入れるとしてよ。だけど、それを据え付けるのに5000万とかいるわけよ。この中のこう、わかる？こう水平に保ってさ、この中の X 線がこう、っていうかそういうのが通らんようにするとかね。そう、設置でめっちゃ金がいるとか、そういうわけがわからんとこへめっちゃ金いるんよ。で、それが5億円ぐらいになるのよ。で、俺もびっくりして、その案件。もうものすごい悩んだことあるもん。で、医療担当を連れてきて、で、医療担当、当時医療コンサル出身で、めっちゃ頭がいい人だったんだよ、その人が。だから、その上の方とかと実は繋がってて、この人がね。
人脈があってね、確認してみたけどどうも本当だっていう話が融資部来て、普通その MRI を納品するっていうんだったらこの在庫を担保に取れるよね。だけど設置費用って取れんじゃんかっていう話なん。これ悩んでね俺めちゃくちゃ悩んだ。結構その今の会社の資産を担保に目いっぱい行けるとこ行くわけよ。まず5億とか6億とか行くわけよ。バープロパーでよ、プロパーでよ無担に近いわけよ。まあ取るとことってほぼ裸じゃけこんなの。行くんだけど、だけどさらにそのそこからの一回資金回収ができたっていうとこが分かった後でその後のプロジェクトをやるっていうふうにあったね。結局トータルで結構出したら20億ぐらいやったんじゃないのかな。まあそんな案件だよこれ。割と重い案件だったけど、ね、だからその話が本当かどうかってこととどこを拠り所にするかって話なんだよ。だから銀行と五分で渡り合おうと思うと資産形成って絶対しとかんといけんのよというふうに俺が思った。だから最初戻るんだけど、不動産を買おうかっていうふうに俺が思った理由ってそこなんだよ。俺の次の代になった時にやっぱり何かしらお金がいることがあるかもしれんね。だそういった時にその物件を担保にできるとかね、いうようなことだってあるじゃん。今のうちに銀行と渡り合うためにはその資産を形成しとかんといけん。資産を形成するためにもともとある物件、これよく専門用語で優待物件という融資対象物件の略ね。優待物件をやっぱり担保に取るような案件をいかに多くやるかっていうところが大事だと思いますね。その目に見えないところをやるっていうことはそれだけ苦労するんだよ。この道医療機ってむちゃくちゃいい会社なんだよ。いい会社なんだけど、そういういい会社でも苦労するってことが言いたいわけよ。でもそのプロジェクトをその社長がやっぱり血を流してでも俺はやりたいということで H 銀行に相談来るから、から俺らは必死になってやるってことじゃろ。でそれはもともとその拠り所って何かというと、もともとやってきた結果なんだよね。やっぱりやってきた結果がそういうふうに持ってきたっていうこと、結果がそうなった、やっぱり生きてきた結果からそういうふうになるっていうことがあるから、やっぱりあの会社の社長というのは資産形成をしとかないといけませんよということで、まあサブチャンネルも最近はやるんですけどね。この動画が出とる時にはサブチャンネルやっとるかもしれんけど、じゃあサブチャンネル以外のとこでまさし何か教えてもらえるところどっかないのみたいなことになると、グループコンサルということになるんですよね。あのうちの会社はグループコンサルやってるんですけども、毎月1万2000円かかります。5人1組のクラスと10人1組のクラスというのがあるんですけども、あのだいたい1社頭10分ぐらいかな話してるって感じですね。他の人の悩みとかも見て勉強になるっていうのもまああるんですけども、定期的にセミナーとかも無料でやってます。でグループコンサル生だけにはこう いろんな情報を提供してるんですけども、今110社ぐらい参加いただいてるんですね。で200社ぐらいまで頑張ってやっていきたいと思っておりますんで、よろしくお願いします。それと別にですね、うちの会社ってあの資金繰りのチャンネルなんですよね。だからあの資金繰りを悩んでるとかね、今資金調達したいとかいう方のために個別面談コースというのを用意しております。個別面談コース30分4万8000円かかるんですけど、財務資料から何から一通り全部見ます。でその上でうちがね持ってるからお金をね、こう資金をつないであげるってことができるんですよね。資金をつないであげながら資金繰りの問題を解決するっていうことをやってまして、今ねもう何社も解決してんですよこれ。35社ぐらい今参加いただいてるんですけど、50社ぐらいまでやっていきたいと思っておりますんで、よろしくお願いします。最後にまあそうは言ってもね、あの最初無料相談がいいと思います。あのできることとできないことがありますのでね、あの無料相談の場を用意しておりますので、この上の電話番号か概要欄にリンクを貼っておきますので、よろしくお願いします。1000万やったら50万よ。同じ1000万で 3% って言っても毎月こう下手すりゃ毎月こうロールするってこともあるんだ。会社の資金繰り、資金調達でお悩みの方、補助金、助成金申請のサポートが必要な方、バックオフィスを任せて本業に集中したい方、お金の悩みは誰しもが持ってる悩みで必ず解決できる問題です。ご連絡お待ちしています。